皆さんこんにちは。皆さんは日高横断道路という言葉を知っていますか？ここに北海道がありますね。でこのようにまあ山塊があるんですけど、ここに非常に目立つ、これがいわゆる日高山脈というやつで、まあ、北海道の背骨とも言われている非常に急峻な山という形になっております。でこれをこうズームしていきます。まあ、この辺りって観光地も特にないですよね。北海道を旅したことある方は、ああそういえばそうだなと思うかと思うんですけど、非常に険しい山脈がもうずっと縦断しておりますので、じゃあそこにこの帯広方面と、まあ日高、ここを打ち抜く道路を作ったらどうかということで、1984年に着工されたのがこの日高横断道路というものであります。これはまあ、当時のですね、新聞赤旗っていうもののウェブアーカイブなんですけど、まあ、こちらですね、このような帯広と結ぶ形になります。こんなような形になってます。でこの黄色いのがそうです。グイーンとあって、で帯広側からグイーンとあって、まあ、この辺で止まっていると。で実際もうちょっとできていて、この辺りだけ21キロ未開通区間があって、もうちょいでできるっていうところだったんですけど、19年かけまして540億円をかけて、まあ、19年かかったっていう段階でもう想定よりだいぶかかっちゃってるんですね。実際蓋を開けたら難工事ということで、さらに40年の工期と980億円がかかるということで、2003年に事業凍結となりました。でそれ以来全く、まあ、音沙汰がないということで、まあ、事実上中止ですねになってしまったという残念な公共事業であります。これ、まあ、後から言われているところによると、まあ、その日高のですね、非常にいい自然環境を壊すものであると、また需要に対して効果がないと、その割に税金ばっかりかかっちゃうよと、はい、具体的にはこんな感じで、私がちょっとウェブの地図に色をちょっとつけて分かりやすく、このような開通予定の道だったよというところを示しております。で今回私ですね、ここに行く機会がありましたので、すごく簡単ではございますけれども、この枠の中の赤枠の中ですね、限られたエリアではありますけれども、ちょっとご紹介をしたいなというふうに思います。で今現在この日高横断道路、別名北海道道111号静内中札内線という道なんですけれども、基本的に立ち入り禁止となってしまっております。これ北海道の道の通行止め情報のホームページですね、を見ていくとですね、まあこんな感じです。日高側からは静内ダムの、ダムの停滞のところからずっともう通行止めになりまして、でなんか途中で終わってるんですよ。まあこれ不思議ですよね。まだ道はこの辺まであるんですよ。この辺まであるんですけど、なんかこの辺は大丈夫なことになっているんですけど、まあその辺はちょっとよくわかんないグレーですね。で、片や、中札内側、帯広側ですけれども、はこのようになっております。まあこれもごくわずか先端がなんか、まあ誤差の範囲内ですけれども、ちょっと行けるようになっているのかなというような、ところがあります。まあこれが主要な東側から攻めるのと、西側から攻めるのという道ですけれども、まあその北海道道のまさに予定の道を使ってアプローチするっていうルートですね。いろいろあるんですよ、ルートは。まあでも、いずれもですね、かなり、まあ、自己責任な道、もちろん車は入っていけないというところが多いためにですね、まあ今の世代、まあ20代、30代ぐらいだとも知らないみたいなんですけど、まあこういう知る人ぞ知るですね、負の遺産があるというところですね、ちょっとお見せしたいと思います。標高293メートル。鹿の骨ですね。
上の方の送電線は崩れております。正確に言うと送電線がある人工的に買った丘陵の一部が崩れていると。東の沢橋です。東の沢橋から撮影している形になります。この林道を右の方に行くとペテ狩りの山荘の方に行く形になります。この高低差ですから非常に立派な橋であります。これは下流側ですね。ちょうどそこに鯉牧種チビチャリ川と鯉各種シビチャリ川、校舎がこの今映しているもの、そこの分岐がございます。非常に水がきれいですね。まあ、これもね、北海道以外でも、まあ、ありきたりの橋でよくワインディング走るとこういうのありますけどね、まあ、こういう苦労というか、非常に自然の中を突っ切って、非常に大変な工事をして作るということがこの現在の日高横断道路の現状から見てもよくわかりますね。川のいい音がします。せせらぐ音がします。通行止めが出てきて、なんとびっくり、ツバメがいっぱいいるんですよね。中札内側がなんかちょっと陥没みたいな感じがあるみたいですね。それで通行止めみたいです。海流があるんですね。枝沢がある。とうとう出てまいりました。シビチャリ11号橋であります。この橋は渡ることができません。おそらくは
こういう風にした橋はできてるんですね。とうとう戦国トンネル到着です。入ってみたいと思います。ものすごい寒いです。とんでもない冷気が中から吹いてきます。吹いてくると言った方が正しいですね。焚き火の跡とかありますね。鹿の糞。まあ2車線分はありますね。ちゃんとね、すごい響く。寒いわ。ちょうど今ほてった体だからなんとか耐えられますけど、はい、これはちょっともうこのブルーシートより先行けないですね。行かないがいい。ここからあと20キロで開通だったんですけどね。もう見えないですね。まあ鹿、野生の動物もむやみになんか入ってこないでしょ。多分その辺で雨宿りしに来るぐらいなんじゃないですかね。まあ用を作ったわとは思いますけど、まあ、山間部の道はどこもこういう、まあ、難易度はここは非常に高いと言われていたらしいんですけど、それゆえにコストと工期がかかるということで、まあ、あとその他環境の問題とかね中心になったわけですが、まあ、同じような、厳しい条件というのは、まあ、日本に他にもいくつもあったわけで、まあ、そこを何も考えなければただのワインディングだっつって、山だ山の中だっつって走りすぎていっちゃうわけですが、まあそういうところにも我々の税金、特に自動車の税金ですね、重量税とかその辺が還元されているというかね、使い道としてされているということです。